下のトランプ政権の協力をどこまで得るのか、その手腕が問われることになります。ポルトガルの首相や国連難民等、務務官を歴任したアントニオ・グテーレスは去年1月に国連事務総長に就任し、今月で5年の任期の2年目に入ります。しかし国連で最大の分担金の拠出国で、アメリカのトランプ政権は去年、国連、取り組んできた地球温暖化対策の新たな、組、パリ協定からの脱退を表明したほ、移民、難民を支援する国際的な枠組み、ニューヨーク宣言に基づく交渉からも、脱しました。トランプ政権はさらにアメリカの価値観に反して人口中絶など、したとして国連人口基金への資金を、与する決定をしたほか、イスラエル、批判的だとしてユネスコ、国連教育科学科機関からの脱退を表明するなど、国連、距離を置く姿勢を示しています。国は、今年9月の国連総会で、地球温暖化対